2015年2月24日、韓国連合ニュースによると、日本政府が、このほど、第二次世界大戦中に日本企業で強制労働させられた、韓国人女性3人に、厚生年金脱退手当として、1人当たり199円を支払っていたことが明らかになった。25日付で、中国、環球時報が伝えた。 日本の三菱重工業の軍事工場で強制労働させられた韓国人3人と遺族の計4人は昨年11月日本政府を相手に厚生年金脱退手当金の支払いを求めていた日本政府は3人については一定期間厚生年金への加入が認められるとして1人当たり199円を支払った 韓国の市民団体、勤労提心隊、ハルモニ、おばあさんと共にする市民の集まり、関係者は、09年に訴訟を起こした女性に対しては、99円を支払い、今回は、199円を支払ったのは、日本政府に、明確な基準がないことを示すものだと非難。また、訴訟を起こした女性らは、約2年近く強制労働させられ、現在も苦しんでいるとして、 日本政府や三菱重工業に対し謝罪を求めた。